愿主耶稣祝福大家。每个个主が皆様を祝福されますように。啊，基督徒就是信耶稣的啊人。クリスチャンと集まりは主を信じるものであります。啊，我们所学习的是圣经的真理。また私たちが学ぶものは聖書の真理であります。那我们领受的是神的救恩。また私たちが受けているものは神様の。那圣经是神的话。この聖書は神の御言葉であります。我们有属灵的盼望。また霊的な望みもあります。但是我们一样活在这个世界上。ですが私たちはこの人と同じようにこの世で生きております。哦，所以圣经也有教导我们。聖書でも教えているように。我们在世上的生活。私たちの世における生活は。应该要怎么样的学习跟追求。どのように学習をしてどのように追い求めていくべきでしょうか。所以圣经常常提醒我们。聖書でもよく私たちに注意しているんです。我们的行事为人。私たちのこの行いというのは。应当要怎么去做。どのように行っていくべきかと。那能够荣耀神的名。またどのようにして神の名を称えていくべきかと。我们来看使徒行传。使徒行伝を開いてください。使徒行传的二十三章。使徒行伝第23章。使徒行传二十三章。使徒行伝第23章。二十三章第一节。23章一節。啊，这边保罗说。ここでパウロは言っています。他定睛看公会的人呐、啊。そこでは公会堂のものを見て。然后他就说：“弟兄啊，我在神面前呢，行事为人都是凭着良心，直到今日啊。”私は今日まで神の前にひたすら明らかな良心に従って行動してきた。啊，因为保罗当时是为传福音。パウロはこの福音を伝えるために。啊，然后被鞭打、受逼迫。彼は体を打たれ、また迫害を受けてきました。啊，但是他并不是因为犯罪。しかしながら罪を犯したわけではない。他是为了传扬耶稣基督的救恩。このイエス・キリストの救いの恵みを伝えるためでありました。啊，当时面对公会的人。その当時議会の者たちに対して。啊，他也非常的刚强。彼も強く対峙しました。他说：“我在神面前。”私は神の御前においてと。所以我们的行事为人是不是只有在人的面前还要在神的面前ですから我々の行いというのは人の目の前だけでなく神の目の前に見舞いにおいて行うものであります、哦、我们是凭良心的また私たちは良心に基づいて那良心是什么呢この良心とは何かという、哦、罗马书第二章ローマ人第二の手紙、啊、说良心就是神将律法的功用刻在我们的心里哦、良心就是神律法的功用刻在人的心里。その良心というのはその神の律法をまた神その人の心の中に留めたものだと。啊，或以为是，或以为非。それがそれもしっかりというのがあればまたそうでもないものあると。哦，所以人会懂得伦理道德。ですから人というのは倫理また道徳をわきまえるもの。因为人有良心。人には良心があるからです。有人说良心就是有神的形象。ある人はこの良心には神の形が現れるというふうに言います。有真理的仁义和圣洁。またこの真理の願意であったりまた清さが現れると言います。那有人又说良心就是心灵的小红灯。またある人はこの、この心の中に受けるその赤信号だと思います。啊，绿灯当然你可以向前走。もちろん青信号だったら前に進んで OK です。但是心灵的红灯呢，就是告诉你这可不可以做。心の中の赤信号というのは私たちに対してそれはしてはいけないというサインを送ります。哦，所以圣经告诉我们。聖書でもこのように教えています。我们要长存无愧的良心。私たちは汚れるところのない心を常に保っていかなくてはならない。啊，良心不但是对神。まあこの良心というのは神に対してだけでなく。他也要对人。また人に対してでもあります。并且要对自己。また自分自身に対してでもあります。我们看二十四章。24章を見てみましょう。二十四章十六节。24章十六節。使徒行传二十四章十六节。使徒行伝24章十六節。我自己勉励。对神对人长存无亏的良心自己勉励自分自身に対して励ましをしている就是他对自己自分に対してあります有这样的要求このように要求しております但是也要对神、啊、しかしながら神に対しても同じです也要对人また人に対しても要长存无亏的良心私たちが責められることがない良心を持つべきだと24章里面
24章を通して因为有一个腓力斯あるペリシテ人が出てきます他要听保罗讲道パウロの話を聞いていました但是25节啊25節では保罗讲的是公义、节制跟将来的审判。パウロはそこにおいて正義、節制、未来の審判について話をしていました。这个腓力斯就很恐惧。ここにおいては、ペリクスは恐れを感じたと不安。为什么恐惧呢？なぜ不安を感じたんでしょうか？因为他希望保罗送给他银钱。送给他银钱。パウロから金銭を得たがっていたと。所以保罗就在他的面前讲述神的审判。ですからパウロは彼に対して神の裁きについて教えました。人是要凭良心做事的。人は良心に基づいて行動するべきだと。他认为说你送个钱给我，我就放你出监牢。お金さえくれればその話してあげるということじゃなくて。但是保罗他不吃这一套。パウロはその手には乗りません。他觉得我要凭着良心。私たちは良心に基づくべきだと。我们看但以理在当时的巴比伦。ダニエルというのは当時のバビロンにおいて他被人家诬告人に訴えられました被陷害また陥れられました但是最後他还被丢到狮子坑そして最終的には獅子のいる穴へと落とされた但是神保守他しかしながら神の見守りによって他都没有损伤怪我をすることはありませんでした那这个但以理讲一句话そしてダニエルは一言言っています因为这个王也舍不得他王も彼らを逃したくないので被丢到狮子坑了まあその獅子の穴に落としたことを可能已经剩下骨头了まあきっと骨しか残ってないだろうと所以就说但以理呀但以理呀そしてダニエルよダニエルよ但是但以理给王回应了そこでダニエルを王に返事しました私はここにいますと因为我在神在王的面前没有行过亏损的事私は神の御前そして王の御前において責められることは一切しておりません这个就是良心これこそが良心であります我们再看哥林多后书コリント人第2の手紙を開いてくださいコリント后书コリント人第2の手紙コリント后书的第5章コリント人第2の手紙の5章を開いて第5章的第7节5章7節这边说我们行事为人要凭着信心ここにおいて私たちの行いが信仰によるべきであるというふうに言われています我们今天活在这个世界上今日私たちが世で生きている人都是看现实的人というのはその制限を看眼前的また目の前のことを見ます都是凭着眼见的また目に見えることをに基づきます但是我们要看到的是什么しかしながら私たちが目にするものは物質的世界会过去この物質的な世の中というのはいつかは肉体的帳篷会衰败また肉体的なその幕屋というのもいつかは廃れてしまいます我们今天在世上生活今日世の世で生きていく上で行事为人この行いというのは我们是存着盼望私たちは望みを持たなくてはそれ要凭着信心ですから信仰によって不是凭着眼见また目に見えるものによるもの圣经里面说亚伯拉罕你有信心聖書でもアブラハムには信仰があるというふうに他就是不凭眼见なぜならアブラハムは目に見えることによらないからです那他的信心建立在哪里では彼はその信仰をどこに置いているんでしょうか他建立在对神的信靠それは神様に対する信頼に置いています还有他相信神的应许また神様の御約束を信じるということです所以罗马书第四章ローマ人の手紙の4章所以亚伯拉罕信的神亚伯拉罕が信じる神は就是死无变有そのある ないものから让死复活的神また死から復活させる方であると而且他相信神的应许また神の約束を信じていました他没有失望そこにおいて失望することは他在无可指望的时候そして責められることが他也是满心相信心の底から信じました神的应许不会落空この神の御約束というのは無駄になることはない所以你行事为人要凭信心ですから行いにおいても必ず信心によらなくてはならない有时候我们遇到一件事情私たちが何かにあったと就会觉得很忧虑とても悩む時があります而且恐惧不安そして恐れ不安を感じます有时候会怀疑時には疑います到底我信的是真神吗この本当に信じている方は誠の神なのかと我们有时候信仰会面对考验私たちの信仰にも因为試みあることがあります现实的环境里面この現実の世の中に有时候会让我们信心动摇私たちの信仰信心が揺り動かされる時があります有时候忽然间病痛临到
時には病が突然降りかかってきて、忽然間遇到挫折、もしくは挫折に味を味わった、種種の事情打击你的时候、まあ、諸々のことによって打撃を食らいます。如果你一点不疑惑、まあ、そこの中で、那你的信心就不会像海中的波浪。疑いなければその海の波のようになります。因为你的信心不会动摇，この信仰が揺り動かせることはないからです。而且你的信心很坚定，またこの信仰というのは固く保っているからです。因为你有信心，所以你会刚强。信心があれば私たちは強く揺り動かせます。你靠主能够加添给你力量。主に頼ることによって力が増し加えられるわけです。也曾经有信徒还没有信主的时候。かつて、まあ、ある信者がまだその主を信じる前に患了忧郁症、うつ病を患いました。那我就问他说你这个情况多久了、その方に対してですね、どのぐらいの状況が続いているんですかと、なぜそうなったんですかというふうに、他就说因为他发生了一件事情、そこにある出来事があって、然后遭受打击、そこですごく打撃を受けた、就开始睡不着、まあ、そこから寝つけなくなって、就一直忧郁烦恼、まあ、そこから悩むようになって、而且呢吃药也没办法、まあ、薬を飲んでも効かない、而且人很憔悴、そして体も弱まっていくと、那后来呢来信了耶稣、そしてその実証を信じて、他这个恐惧不安的心就消失了、まあ、そこからですね、恐れ不安の心がなくなったわけです。他忧虑烦恼就卸给神了、この悩みというのを全て神に託しました。他不但不胆怯、それを恐れないだけ、而且他的信心很坚固、この信心も強くなっていきました。他会祷告、まあ、祈りをしますし、靠主喜乐、また主に頼って喜びました、凡事感謝、まあ、どんなことも感謝、这个都是信心产生出来的、まあ、これはもう全て信心から生まれるもの、所以有时候我们去访问、私たちは訪問に行くときに、也会遇到信徒身体健安、まあ、体の調子が優れない兄弟姉妹、我们会鼓励他要祷告、私たちもお祈りをしましょうというふうに励まします。祷告信心很重要、お祈りをする、またその信心というのはとても重要、因为你要信靠神、なぜなら主に頼らなくてはならない、而且要相信神的应许、またこの主の御約束を信じることになります。行事为人要凭信心、ですから私たちの行いは信心によるべきであります。在祷告中信靠神、お祈りの中においても主に頼って、我们再看以弗所书、エペソ人への手紙を開いてください。以弗所书、エペソ人への手紙的第五章、五章、以弗所书第五章、エペソ人への手紙第五章、五章的第二节、五章二節、你们要凭爱心行事、哦、这边讲到说我们要凭爱心、私たちは愛の、愛によって歩きなさいと言われています。哥林多前书里面也是讲、哥林多人第一の手紙でもそういう、凡我所行的都凭爱心来做、その行うものというのは全て、愛によって、哥林多前书第、第八章也是说、哥林多人第一の手紙の八章でもこう言われています。知识叫人自高自大、爱心才能造就人、その愛の心だけが人の徳を高めるというふうにも言われています。那约翰一书也是这样说、ヨハネの第一の手紙でもこう言われています、我们要彼此相爱、私たちはお互いに愛しなさい。那相爱要怎么爱、いや、お互いにどう愛し合うべきかという、不是只在言语跟舌头上、それはただただ言葉そして舌の上だけで語るものではない、要在行为跟诚实上、私たちは行動とまた誠と思って行うべきです。言语跟舌头也是需要的、もちろん言語そして舌でも重要ですけども、安慰的话、鼓励的话、例えば慰めの言葉、励ましの言葉も重要です。但是行为跟诚实呢、しかしながら行いそして誠という、就是你要有具体的行动、そこには具体的な行動が必要です。好像雅各书第二章、ヤコブの手紙の2章に書いてある、所以你看见弟兄姐妹有缺陷、兄弟の中で欠けているものがあったと、你说你吃得饱穿得暖、自分は、まあ、食べるもの、そして你没有给他需用的饮食、しかしながらその足りないものに対して必要なものを与えてこなかった。那你这种爱是假的、そしたらその愛というのは偽物の愛であります。主耶稣曾经讲到一个好撒玛利亚的故事、主耶稣様はかつて良いサマリア人の話をしました。那这个故事里面描述一个人、その物語の中においては、被强盗打得半死、被强盗打得半死、この強盗にですね、襲われたと、有一个祭司从路边过了、そして祭司がそこを通りかかって、他有看见当没看见了、しかし、
それを見て見ぬふりして。レビュー人从旁边过也是没看见。そしてレビュー人通りましたが、それを見て見ぬ。其实他是有看见。それは目にしていましたが。但是只有这个好撒玛利亚人。しかしその良きサマリア人というのは。他就是凭爱心去做。その信仰を持って行いました。尽他的本分。その自分自身の本分を尽くし。我们今天在行事为人上面。今日私たちの行いの上においては。也是要能够借着爱心来造就人。私たちも愛の心を持って人の徳を高めていかなくてはなりません。让主的爱激励我们。私の愛によって私たちを激励する必要があります。我们如果读创世纪的时候、創世記を読んでいきます。你可以看到这个约瑟、ヨセフという人物を見ることができます。约瑟他的行事为人、ヨセフのその行いというのは、就是凭爱心、愛によるものでありました。他没有说啊、哥哥把我出卖了、その兄に売られたと。我有一天要给他报仇。いつか兄たちに復讐してやると。他都是用爱心。そうではなくて愛心。接纳他的一家人。家族一家族を关怀他的父亲。また自分自身の。然后用亲爱的话安慰他们。その愛のある言葉を持って彼らを慰めました。而且把这个过去不愉快的事。過去にあった不愉快なことも。他都交托给神。すべてを神に託しました。他说你们以前害我，可是我不能代替神了。まあ、かつてあなたたちに陥れられましたから私は神の代わりになることはできない。你们虽然要害我，但是有神的安排。私はあなたたちに陥れられましたが、それらもすべて神の取り計らいだと。就是成就了今天的光景呢。これはすべて今日のことというのは神様によって、まあ、成就された。所以他说神的意思是好的。ですから神の御旨というのは良いものであります。这个就是爱心做事情。これこそが愛によって行うということ。我曾经看过一本书哦。かつてある本を読んで。这一本书叫做《跟随耶稣脚中行》呢。その本の名前というのはイエスの歩みにあるという。那这一本书里面有一个观念很好。まあその本の観念というのは観点というのはとても。他说你要做一件事情的时候，ある物事を行うときには，你要想一想，考えてみましょうと。如果是耶稣，もしイエス様なら，那你想他会怎么做？どのように行うか考えてみましょう。那你效法耶稣去做。そしてイエスに見習って行いましょうと。所以保罗哈在腓立比书第一章第八节，パウロもそのフィリピ人の手紙の一章八節の中で、他说我们要用。我去体会耶稣基督的心肠了。まずイエスキリストのその心の内を思い浮かべると。为什么他会体会耶稣的心肠？でなぜその心の内を思い浮かべるかというと。因为他用基督的爱去传福音。そのキリストの愛を持って福音を伝えるからであります。为主做见证。主のために証しをする。所以他甘愿为主受苦。ですから主のために苦しみを味わうことも甘んじま。所以他就讲耶稣的爱激励我。ですから彼がその主の愛がによって激励されたという。因为主耶稣的爱激励他。主の愛によって激励されて。他行事为人凭爱心。その行いというのは愛によるものであります。他也感念耶稣的爱。また主の愛を思い浮かべました。也愿意能够爱主到底。最後まで主を愛するということを願いました。我们再看第五章。第五章を見てみましょう。第五章的第八节。第五章八節。从前你们是暗昧，如今在主里是光明，行事为人要像光明的子女。这边说行事为人要像光明的子女。でここにおいてはその行いというのは光の子らしく行いなさい。那光明就是不在黑暗里面。その光というのは暗闇の中にありません。黑暗就是在最终生活的。暗闇というのは罪の中で生きるものです。所以光明是什么呢？でこの光とは何かという。第九节。九節を見てください。他说光明是有生命的表现呢。この光というのは命の行動の現れを指しています。有行為的表現。行いによる現れです。他是良善的、公義的、誠實的。それは善意であったり、正義であったり、また真実であると。所以你要查驗何為主所喜悅的事。ですから どんなことが主によって喜ばれるかを見ていきましょう。暗昧沒有益處的事不要跟人同行。意義のないことというのは、それとどうかしないと。倒要責備行這事的人。要责备行这事的人。その指摘それを指摘してやりなさいと。因为我们是光明的。だから私たちというのは光の子だからである。我们跟主耶稣同死同埋葬同复活。私たちは主と共に死んで共に葬られると。所以那个旧人已经死了。私古い人はとてもすでに亡くなりました。现在就是一个新造的人。
そして今では新しく作られたものとなります。有基督的光照我们。主の光によって私たちは照らされたわけです。哦，所以我们要做光明的子女。ですから私たちも光の子となります。这是我们的行事为人。これが私たちの行いを指しています。所以我们不要做羞耻的事。ですから私たちは恥じるべきはしこれをしてはありません。或者见不得人的事、见不得人的事。また人の に顔向けできないようなことをしていません。それは光の子ではないからであります。我们再看罗马书。ローマ人の手紙を見てください。罗马书的十三章。ローマ人の手紙の第十三章を開いて。罗马书十三章。ローマ人の手紙の十三章。十三章的十二节。十三章十二節。黑夜已深，白昼将近，我们当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。这边也是讲光明哦。ここにおいては、ここにおいても光という記載があります。所以行事为人要光明。私たちの行いというのは光のあるものでなくてはなりません。那光明就是不要行啊羞耻暗中见不得人的事了。この恥ずべきことだったり、また人に顔向けできないようなことを行うと闇となります。那十三章十三节又讲。この十三章十三節でも言われています。我们的行事为人是怎样？私たちの行いはいかなるものか。他这里是用端正来表达。ここにおいては貧困、法制といった例えを持って言われています。所以我们行事为人要端正。私たちの行いというのは法制、貧困制で。端正是什么意思呢？この貧困制とは何を表しているか。端正就是规规矩矩，それはきちんとルールに従うという。哦，就是让人是可尊重的。それは人から尊重されるべきものだと。我们古代有这种钱币嘛，哈，古代的钱币，中国的钱币，钱币中国的钱币，货币。コインですね。あ、はい。西暦の古代によっては昔のコイン硬貨がありました。这个钱都是外面是圆的。その形というのは丸い形でもありますけど。中间是方的。方。四方形的。四方形。そして真ん中には四角い穴があると。あ、这个钱它有它的意思。このお金にはその意義があって。钱就是人跟人之间的来往。お金というのは人と人との往来を指します。你要买东西。まあ何か物を買って。哦，跟人之间的啊这个来往当中会用钱嘛，哈。まあ人と人との往来の中においてお金を使います。但是这个表达我们的行事为人。まあそこで表している行いというのは。我们对人要圆呐。まあ人に対しては丸くあるべきだと。人に対しては丸くあるべきだと。就是有能够圆融，哦，能够有这种爱。包含这样哈，まあ愛を持って人寛容的に受け入れなくてはならない。但是里面是方的。そして真ん中には四角が。方的就是说你做事情。何か物事を行うと。要方就是规规矩矩。その方方正正。まあしっかりとルールに沿って行うべきだと。所以外圆内方，这是你做事的态度。外が丸くて中は四角いということで私たちの物事をする上での態度を表します。我们对人有爱。人に対して愛を持つべき。这个是圆呢。これは丸さを表します。能够比较圆满。また円満。能够和睦。また仲むずまじ。能够包容。そして受け入れると。这个是圆呢。まあこれは丸を指しています。但是方就是事情规规矩矩来做。この四角さというのは、ルールにかたどってしっかりと沿って行うと。那这边后面就讲什么叫做规规矩矩呢？まあそのルールに沿って行うということとは何を言ってるかというと。十三节说。十三節。你要行在白昼。私たちは昼歩きなさいと。哦，这个小偷都是偷偷摸摸的。この盗人というのはこっそり物事を行って。那你也不要荒宴醉酒。ですから私たちは宴で酔ってはならない。不可好色邪荡。また淫乱と好色を避けなさいと。哦，不可增进嫉妒。また争いと妬みを捨てなさいと。哦，这个就是说对自己对人。都要能够端正呐。自分に対しても人に対しても貧困法制でなくてはなりません。哦，尊敬嫉妒就是喜欢跟人相争。この争いに妬み人と争うものが好きなものというの。那好色邪荡荒宴醉酒就是迷失在
罪恶迷惑当中。この円楽泥水陰乱五色というのは、その罪の惑わしの中にいるものを指しています。那十四节。そして十四節でも。我们是基督徒啊。私たちはクリスチャンです。是披戴基督的人。キリストを着た者であります。有基督的见证。またキリストの証を持つ者です。有基督的形象。そしてキリストの形を持つ者です。有基督的生命。またキリストの命を持つ者です。而且要发出基督的香气。そしてキリストの香りを放つ者でなくて。不要放纵肉体的邪情私意。肉体的なその血気を放逐させてはなりません。这个叫做端正。これこそが貧困、法制を守る。规规矩矩。ルールにしっかり沿って行うという。这个圣经保罗讲这些道理。そのパウロは聖書によってこのように言っています。说起来看起来是很单纯。このように行事为人要怎么样。まあ純粋な、単純でありますけど。但是如果你把它应用在你的实际生活当中，まあこれらの言葉というのを実際に私たちの生活の中で取り入れていきますと、你不但让人家从你身上看见耶稣，まあ人々から认识耶稣，まあ私たちの身を通してイエス様を认识说，哎，你就是基督徒，あなたがクリスチャンであるということを認識されたり，而且你借着这个基督徒的形象去感化别人，また私たちが持つそのキリストの形を持って人を感化することもあります。ピリピビトの手紙を開いてください。フィリピ書の第一章。ピリピビトの手紙の一章。フィリピ書第一章。ピリピビトの手紙一章。第一章的二十七节。一章二十七節。你们行事为人要与基督的福音相称，基督的福音相称。キリストの福音にふさわしく生活しなさい。就是说你要活出基督徒的样式，私たちはクリスチャンとしてあるべき姿を表していかなくてはなりません。跟你为主耶稣做见证、传福音要搭配。また私たちが行うその話す証であったり、また福音話す福音と合わせていかなくてはなりません。因为你在传福音的时候，私たちが福音を述べ伝える、你会做很多美好的见证呢。多くの証が伴います。那你今天说信耶稣生活会改变。今日その主を信じれば生活は変わるというふうに言いますが、可是你没有改变。そして自分自身が変わってはないじゃないかと。因为你还在旧人的生活里面。まだ古い人のその生活の中でとどまっている。因为你没有活出这个有生命的信仰。その命のあるその信仰を生きていないと。那你就让这个福音受阻碍。まあそれ福音によってその阻害を受けていると。所以我们要有同一个心智。ですから私たちは一つの志を持つべきです。就是同心合意来传福音。心を合わせて福音を述べ伝えるということです。而且能够为福音齐心努力。また福音を述べ伝えるために心を合わせて。并且我们传福音要跟人同得福音的好处。また福音を述べ伝えるのは私たちが共にその福音の良さを味わうためであります。让人家能够看到这个福音是蛮有神的。恩典，その福音には神の御恵みが共にあるということを人に知らしめるためであります。它里面有平安，その中には有喜乐，喜びがあり，有自由，また自由があり，有盼望，そして望みがあり，而且有依靠，そして頼ることもできる。你传福音要跟你所传的这个行事为人要跟所传的福音相称呢？ですから私たちが福音を述べ伝える上でその行いがふさわしいものでなくてはなりません。这样才能够跟人。同得这个福音的好处。そうすることによって人とその福音の良さは共に共有ができます。保罗在这边也特别提到。ですからパウロもここで特に言っている通り。他在哥林多前书哦。彼はコリント人の第一の手紙の九章で。他说哦，我攻克己身呢，我是攻克己身呢。我们看哥林多前书第九章。コリント人第一の手紙の九章を。二十七节。二十七節。他说：“我是攻克己身，叫身无我。恐怕我传福音给别人，自己反被拒绝。哎，为什么传福音给别人，自己被拒绝呢？”なぜこのように福音を伝えて、そのように断られてしまうのかと。因为没有相称嘛。そのふさわしくないからであります。所以他会警醒。来攻克己身。ですから私たちは慎んでまた自分の体を打ち立てて服従させるべきだ。不要让他的行事为人跟所传的福音不相称。ですから私たちの行いと福音がふさわしくならないようにしましょう。那你如果能够相称的话，もしそこでふさわしいものとなれば、就像九章二十三节。この九章二十三節にある通り。所以我们所做的、所行的、
都是为福音的缘故。私たちが行うことを伝えることではすべて福音のため。那目的就是要跟人同得这福音的好处。その目的というのは共に福音を預かるためであると。我们有时候会遇到另一半没有信主。時にはパートナーがまだ信者ではないということがあります。他可以生气，我们不能生气啊。そのパートナーは怒ることができても私たちは怒ることはできない。他可以骂人，我们不能骂他。まあそのパートナーを罵ることができても私たちは罵ることができない。他会说：“那你信耶稣啊？”罵ってしまった。你们可以骂，你可以骂我吗？まあ主を信じているならば、耶稣没有叫你骂我呢。まあイエス様から罵ってはならないと言われているはず。那我们就会提醒自己呀。それで私たちは自分自身。说的也是对啊。もちろんその通りだと。因为我们要有更好的灵修。まあ私たちもさらに良い修行をしていかなければならないし。而且在行事为人上面。行いの上においては。能够感化对方。相手を感化させていかなければならない。曾经有一个有一个姐妹还没有信主的时候。かつてある姉妹がその主を信じる前に。常常跟她丈夫争吵了。よく夫とですね喧嘩をしていたと。因为她丈夫是已经信主了，その旦那さんというのは先に信者に入っています。妻子还没有信主，奥様はまだ入ってなかった。结果她妻子有一天就跟她先生说，ある時奥様がですね旦那さんにこう言いました。我如果信耶稣啊，もし私が主を信じ、跟你脾气一样那么坏，我宁可不信。もしそれでもあなたと同じようにこの短気なのならば信じない。这一句话给她听了以后，一个很大的震撼。まあ、それを聞いてですね、本当に驚きを受けました。我很希望我太太跟我信耶稣啊。願うは自分自身の奥さんが自分と同じように信仰を持ってほしい。可是今天因为我的脾气不好。しかしながら今日私のその情緒というのは本当に。让这个福音受阻隔了。その福音を述べ伝える上でその阻み阻害を作ってしまっていると。我的亏欠呢、啊？それが私にとっての足りないところ。我对不起神，也对不起他。神に対しても、そして妻に対しても本当に申し訳がつかないと。那这位弟兄后来改变了。その後にその兄弟は変わりました。他因为他妻子这一句话，把他点醒了。妻の一言によって彼は起き上がりました。啊，后来他真的改变。その後に本当に彼は変わって。改变真的把他感化过来呢。そしてその妻をも感化させてきたと。所以这个传福音有时候不是说丈夫感化妻子，还是妻子感化丈夫，我们都要去感化别人。ですからこの人を感化させる上においては、その妻がもしくは夫が神を感化させるんではなく、人を感化させるということ。所以有人说感化有三个方面。その感化させる上では三つのポイントに分けることができる。第一个就是个性要感化。まず一つ目というのは性格を感化する。用好的去感化不好的。良いものを良いことを持ってですね、悪いものを行為也要感化。行いも感化させていくと。要走正路。正しい道を歩む。要端正。そして貧困法制で。因为我们是基督徒。私たちはクリスチャンであります。那接下来才能够信仰的感化。そしてその次というのは信仰の感化であります。如果你个性行为不能感化，你怎么信仰感化呢？まあその性格だったり行いを感化させることなができなくては信仰を感化させることはできません。我们再看哥罗西书。コロサイ人の手紙。哥罗西书的第一章。コロサイ人の手紙の第一章を開いてください。哥罗西书的第一章。コロサイ人の手紙第一章。哥罗西书第一章哈。コロサイ人の手紙第一章。第十节。十節。一章第十节。一章十節。好叫你们行事为人哦，对得起主啊、哦！行事为人要对得起主了、啊。私たちはその行いにおいて主を喜ばせなくてはならないと。那你要怎么对得起主呢？でどのようにして主を喜ばせるべきでしょうか？第九节说。九節はこう言っています。你在一切的属灵的智慧、悟性上面要满心知道神的旨意，满心知道。神的旨意。私たちは神の御旨というのを深く知るべきであると。而且第十节。そして十節で。下半句说。後半部分です。你要在善事上多结果子。私たちは良い技を行って実を結ぶべきだと。好树结好果子。そして良い結ぶ。坏树结坏果子。良い行いと良い実を結んで悪い行いは悪い実を結ぶ。所以你凡事要对得起主。ですからどんなことも主を喜ばせるように励みます。哥林多前书第十章。コリント人第一の手紙の十章では。说我们
要怎么对得起主？私たちはどのようにして神様を呼ぶか。因为凡事都可行呢。私たちはどんなことでも行うことができます。但不都有益处。しかしながら全てが益になるとは限りません。凡事都可行。どんなことでも行うことができます。但不都造就人。しかしながらそれらは全て人の徳を高めることではありません。这是哥林多前书第十章的二十三节。これはコリント人第一の手紙十章二十三節に書いてあります。那三十一节又讲。そして三十一節ではこのように言われています。你无论是吃喝无论做什么，私たちが食べるのも飲むにも、また何をするにも、你都要荣耀神。どんなことでも神の名を称えなくてはならない。这个叫做对得起主。これこそが主を喜ばせることであります。你凡事都可行。私たちはどんなことも。但是你要知道。しかしながら知るべき。当你做了以后，私たちがそれをした後に、你是不是承担那个后果？私たちはその結末、その後の結果というのをしっかりと。你不但要对得起主哦，你要对得起人。その主の喜ばせるだけでなく人に対してもしっかり。哥林多前书第十章才说。ここに飛びている第一の手紙十章でも言われています。凡事都可行，不都有益处。何をしてもいいが、それはすべて益になるとは限りません。凡事都可行，不都造就人。そして何をしてもいいが、それはすべて人の徳を高めるものでもありません。以前的社会。かつての社会というのは。啊，抽烟是很自由的。喫煙もとても自由でした。因为没有规定。まあ、特に規定もなく。那现在就是有规定了。まあ、今では規定ができました。公共场所、人多的地方、禁止抽烟。公共の場所ですね。人が多いところでは。有的抽烟要花钱呢。もちろんタバコそんなところでタバコを吸うと罰金。因为你抽烟很自由。タバコを吸うのは自由ですけども。但是你会影响别人嘛？しかしながらそれによって人に影響を与えてしまいます。这个就是说你可以做，但是你要了解到他会不会造就人，对人有益处吗？これこそがしてもいいけども、その行い自体が人の徳を高めるかどうかということ。那你对自己有益处吗？自分自身に対しても益になるかどうかということ。以前啊，有些人还没有信主。かつて主を信じる前の。哇，他喜欢玩那个赌博啊，什么一些什么电动什么东西哦。まあそのギャンブルであったりまたゲームをすごく好んでいたと。哦，好像是パチンコだ。パチンコ、はい。都喜欢玩那些有的没有的哈。まあそのようなギャンブル、パチンコといったギャンブルをとても好んでいた。但是整个时间都耗在那里呀。そして多くの時間を費やしているわけです。而且没有正常上班。普通の仕事もせず、不顧家庭、また家族を顧みず、有的钱不够用、お金が足りずにですね、都跟家里的人一样、家族から然后就麻醉在这个电动的玩具里面、そのような、遊びギャンブルに本当に所以那个没有益处嘛。まあ、本当に益にならないことです。所以我们行事为人。ですから私たちの行いというのは。我们要对得起主，也对得起人。主を喜ばせるだけでなく、人に対しても責任を持つべきです。我们最后来看约翰一书。最後にヨハネの第一の手紙を見ます。约翰一书第三章。ヨハネの第一の手紙三章。第三章。三章。约翰一书第三章哈。ヨハネの第一の手紙三章。啊，三章的。十九节，十九节，十九节，十九节。啊，从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前是可以安稳。我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道。啊，我们行事为人要安稳。まず私たちの行いというのは、案じているべきだと。不但凭良心、凭爱心，そして良心、そして信心による、也要凭着信心，もちろん信心によらなくてはなりません。而且要光明、要端正，そして光の中にあって、貧困法制なくてはなりません。要跟所传的福音相称，また私たちが述べる、伝える福音とふさわしいものでなくて。有人会觉得说，哎，这个信耶稣很好啊。あるものは主を信じるのはいいことです。这个都是跟福音相称。それは福音とふさわしいものであるからです。神的心比我们大。神の心というのは私たちにもはるかに。所以他没有不知道的。ですから知らないことはありません。我们的心要坦然面对神。ですから私たちのこの心の。愿主耶稣主にまみれることができるようにしましょう。能够祝福我们。願いは主の祝福が私たちにあります。